その日さえ良ければそれでよしのその日暮らしすまもですこんにちはこんばんは今日はダイエットを始めて1ヶ月経ってど,うどんな結果になったのか1ヶ月の成果をご報告したいと思いますで記録をつけ始めたのが4月の25日なのでもう本当に1ヶ月前なんですけど 1>, 1ヶ月前がまず体重が5 4 3キロという5 4 3キロで結構もう順調に増えててこのままだと5 5キロ台5 0キロ台後半に入っていくぐらいちょっと太り始めてやばいなって思ってました。で 最近の体重なんですけどやっと52.7キロままでで痩せることができました。まあ、ちょっとジグザグはしてるんですけど、まあ、大体私はお風呂上がりに体重計をは体重に測るんですけどいっぺん朝測った時に結構ここがすごい下がってるんですけどまあ普通に夜測ったらやっぱりあんま変わってなかった。 で,でも最近ちょっと体重が落ちてきたなって思ったし結構お腹周りがあのなんかウエストがきつかったのがちょっとマシにはなってきましたで私がまあえっといっちゃん最新が5 2 6キロでだいたい2キロ痩せたなって思います1ヶ月で2キロ痩せましたで 1>, 1ヶ月2キロを痩せた最大の3つのことを3つ要点をまとめてみました。でまず一番最初にやったのが筋トレなんですけど、まあ、筋トレっていろんな種類あるしもう YouTube とかでも,もうすごい筋トレの YouTuber の人も多いしもう筋トレの数もめっちゃあると思うんですけど。 もうややこしいのが私苦手で面倒くさがりなので <laughs> でなんか山ん中山きんにくんさんと、えっとえっと、サバンナの高橋さんがコラボしてる YouTube があってでそのサバンナさんが <laughs> サバンナさんが <laughs> ダイエットをするにあたってやっぱり、まあ、私は めっちゃ忙しいってわけじゃないけどやっぱり今の現代人ってめっちゃ忙しいからどうしたらあの痩せられるかってことで、まあ、腕立て伏せだけを1日10回1セット10回をとりあえず始めることが大事って言われて、まあ、腕立て伏せって、まあ、シンプルだけど、まあ、家で絶対できる種目 であると思いましたし、まあ床ってどこでもあるので特別な器具とかも使わないので自分さえいればできる種目なので私はもう出立て伏せを絶対1日10回はやることにしました。できんも言ってたんですけどまあ最初初日がどんだけ。 その腕立て伏せがしんどかったかを覚えておいてほしいって言われてでめっちゃ10回やるのさえもすごいしんどくって腕もなかなか体を持ち上げられへんしめっちゃ一日しんどかっ,たってでまあ2日目もきつかったんですけど3日目ぐらいからちょっと腕を上げるのがマシ,マシというか体を持ち上げやすく ななっってててきたなって実感してでそこからきつくなくなってきて時間があれば10回を2セットまで増やしてで3セットでもうなんか4セットとか時間があればホイホイやっちゃおうぜみたいなぐらい腕立て伏せをやるようにしました。なんか変に なんか違う種目入れたりするとあれもやらなあかんこれもやらなあかんって思ってなんか続けられへん私がいるので <laughs> とりあえず腕立て伏せだけは絶対やろうって思って腕立てを続けました腕立て伏せもなんかフォームとかがあるみたいなんですけどやっぱりそれを。 意識してしっかりやるってことを目標としただけでも結構その腕の筋肉がついたかなって思いました。で2つ目なんですけどダイエットの一番の課題ってやっぱり食欲が出ちゃうってことなんですけど私も食欲に関しては結構悩んでて。 まあ最近はちょっとストレスで食べるのが抑え過食を抑えてきてるなとは思うんですけどやっぱり美味しいもの食べたいって思っちゃうんですで結構お菓子があかんなと思ってお菓子をめちゃ控えるようにしましたでお菓子を食べたくなったら なんかお菓子1個食べただけでまたお菓子をどんどん欲しくなっちゃうと思ってで実際そうだったんですよでやっぱり砂糖って1個食べたらまた次も食べたくなるみたいな,なんか麻薬みたいな感じがして1個食べたらもうなんか <laughs> 終わりみたいに思ってしまってで甘いものを食べたくなった時はダークチョコとかくるみとかアーモンドとかのナッツ類 とはプロテインを飲みましたで朝ごはんはオートミールを食べててで前日に寝る前とかにあのプロテインを寝る前に飲むんですけどそれ半分をヨーグルトと混ぜてでオートミールを入れてであとバナナとかプルーンとかまあその日の好きなやつ とかアーモンドとか入れてなるべくタンパク質を取るようにしましたでお昼は普通にお弁当ですでお弁当でいいなって思うのは量が自分のちょ自分の食べやすい量に調節できるしやっぱり外食になってしまうと結構のしたらあかんなとか思ったりなんか。 量が調節できひんからお昼はお弁当がいいなって思いました。で夜はと鶏肉だったり魚とかを中心にあと野菜を意識して取るようにし,しました。でコンビニには近寄らないようにしました。なんか私結構太り始めた時まあ太ってきた時に結構。 コンビニで買ったスイーツとかを紹介してたと思うんですけどコンビニってもう本当にいいんですけど結構悪魔のささやきというかお菓子とかもスイーツも買えるしもうおいしいもんいっぱいあるからまあそれで無駄遣いもしてしまうし。 もううコンビニにには近寄らないよししましたその代わりあのー、職場の帰りにあのー、野菜屋さんとか青果店があってそういうところでおなんか帰りに美味しいもん食べたいなって思ったらフルーツとかまあ、フルーツをよく買うようにしいちごとか結構4月はあったんですけど。 いちごとかキウイとかりんごとかもう甘いもんが食べたいって思ったらお菓子じゃなくってフルーツにしました。で最後3つ目なんですけどやっぱり有酸素運動って一番、まあ、いっちゃんいるなって思ってでただ歩くだけだったらモチベーションが渡し上がらないタイプなのでやっぱり「ポケモン GO」をやってました。 でポケモン GO はまあダイエットしてもしなくてもやってたんですけどやっぱりジム置きとか冷凍するためには歩かないといけなくって、まあ、それで結構歩くモチベーションがめっちゃ上がるのでやっぱりポケモン GO はおすすめですで朝の散歩をし、まあ、最近ちょっと鬱がしんどいみたいな動画も出してるんですけど まあ朝特に太陽の光を浴びなきゃうつ気味の人は朝の散歩が大事なので、まあ、結構意識して朝はもうめっちゃ太陽を浴びるようにしてます。まあ、それを意識したら、まあ、結構まあ雨の日はしんどいんですけど結構まあちょっとメンタルも。 回復してきてまあなんか仕事辞めたいとか <laughs> 言ってたんですけどなんかやっぱメンタルが落ちてる時って判断力がおかしくなっちゃうのでそういった意味でもうつ、まあ、を予防する意味でも、まあ、ダイエットという意味でも歩くことは大事だなって思いました。まあ、以上のつつを意識したら、まあ、ちょっとずでではあるんですけどちょっと まあ、ちょっと右肩下がりになってきたなと思いました。以上が1ヶ月で2キロ痩せた方法でした。また、えっと健康診断とかがあるので、まあ、引き続きダイエットを頑張っていきたいと思うので、また記録とかをご紹介していけだったらいいなと思います。ご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンをお願いします。 ありがとうございました。